あらあら。何じらも、我が財宝を求めるものか。Yes。ならば我と戦い、その資格を示すがよい。あ、しまった。キャプテンクローが現れた。まずいな。スキル割り振り忘れた。まあいっか、じゃあしょうがねえな。普通で。よいしょ、上下画面表示でいきたいと思います。どうしましょうか。まあ現状できることをやるしかないか。オール貯めまして。まあ普通に男性だからパフパフ効くのはわかるわ。効くな、そりゃな。封殺するにはジェシカのお色系スキル貯めといて、パフパフを使ってあげると、うん。完全封殺することができます。ベホマラ一応打っとくか。ベホマラ貯める貯めるピオリムで。通常攻撃系なんで、スクルト打った方が良さそうな気がしますね。凍てつく波動は多分使えなさそう。人型だし。なんていうの、魔王型じゃないと思うから、完全人型だと思うから。むしろ通常攻撃とか、なんか水系の攻撃とかやってきそう。うわ、50まで貯められたら、さすがにジェシカ死ぬんじゃないかな。スクルト。貯める。倍切ると。これで50ですね。ヤンガスも50。何が来る？これで全体攻撃とかやばいぞ。うわ、やっぱ死ぬよな。そうだよな。さすがにそれは効くわ。ザオリク。攻めます。そうですね。サミダレ好き。蒼天魔山。フォーク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 。フォーク強い。ザオリク。これはでかいですね。ザオラルからザオリクに進化しましたね。これは助かります。蒼天魔山ドーン。強い。895。貯めます。20。貯めます。50。次、台に来るかな。ククルに来ても死んじゃうんだよな。もう一回スクルト打っといたら、ギリ耐えるかもしんないんで、貯めて貯めます。で、しかも攻撃役に入ってもらいましょうか。ギリ耐えるんじゃないかな、ククル。ジェシカはちょっと無理ですね。100ダメ？おぉ。何がしたいんだ。なんか封殺する、あれはないんだっけか。呪文とかで多分そのマヌーサ的なものがあればできると思うんだけど、持ってないんだよね、誰もね。多分100状態じゃ誰も生きられないな、これは。クールさえ残ればいいんだけど。20。倍切ると。凍てつく波動、おお、あるんかい。あるんすか。ああ、真空波、これまずそう。うわえぐいわ。助かった。ベホマラ、貯める。ピオリム。凍てつく波動ありましたね、普通に。助かった。テンション100状態の真空波はやばい。これは何回も食らっていいもんじゃないな。次くくる一回貯めてから、ベホマラにしますか。20まで貯めるんでしょ。5。貯める。ジェシカも貯める。ジェシカはバイキュートでもよかったかな。ちょっとミスったかな、これは。みんな貯めまーす。あら。そうなったか。で、貯めるのかな。まあいいや。そしたらここはベホマラ優先で打って、貯めます。
これで50。結構レベルは高い方だと思うんですよね。それでも平気で殺されるかな。やっぱこれ 3DS 版に限ってはそれなりにレベリングしないとダメですね。これは普通にきついわ。ザオリク、サミダレ好き、蒼天魔山、バイキュート入ってないからね、残念だけど、それでもいいダメージ入ると思うんで。よし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 、いいよ、十分十分。蒼天魔山ズドーン、いいね。50、100か。スーパーハイテンションからのなぜかもう一回貯めるやつ。あ、こういう手ってどうなんだろう。あんま意味ないかな。凍てつく波動からの真空波。あ、悪くないかもね、これ。貯めます、貯めます、貯めます、貯めます。悪くない。今の真空波、防御で耐えるの悪くないな。これは戦い方も大事になってきますね。いくらレベルがそれなりにあるとはいえ、簡単には勝てないキャプテンクロー。ここでベホマラ撃っといて、貯めます、貯めます、貯めます。おそらくだけど、スーパーハイテンションからの、凍てつく波動真空波っていう流れがきっとあるんで、これ。さっき一緒だったんで。それに合わせて戦っていけばいいんじゃない？あ、でも、この時点で真空波が来ることもあるのか。これはラッキーですね。溜め直し。多分次も溜め直すんで、ここは溜め、みんな溜めますか。もう2回溜め攻撃食らわしてて、2600くらい食らわしてるよね、今んとこ。また真空波来た。あぶねえ。あっちも、勝ち急いでるな。行き急いでる？勝ち急いでる？日本語変だな。ここは攻め時。サメダリ好き、蒼天魔山、イオナズンとメラミ、どっちがいいんだろう。イオナズン撃ってみようか。おお、かっけえ。OK、ベホマラでほぼ回復。やっぱベホマラ強え。蒼天魔山、ズドーン。いいよー。強いなー。まあ、海、全世界中の海を股にかけただけはあるな、やっぱ。普通にきついわ。1対4だからね、これね。いやー、強い、強い。キャプテンハット。我を倒すとは、見事な戦いぶりよ。何時らを資格を持つ者と認めよう、勇者たちよ。我が財宝を引き継ぎ、我の果たせなかった夢を叶えてくれ。おお、光の海図。みっともないところを見せちまったようだね。おまけにお宝まで先に取られちまうし。でもなんだい？お宝ってのはその紙切れなのかい？うわー、しょっぱい。そんなつまらないものだと知ってたら、あたしゃこんなところまでやってこなかったよ。ただの紙じゃないんですよ、ゲルドさん。カエズっていうのはロマンなんですよ。わかんないかな、この男心。今回は途中で手に入れた1万ゴールドで我慢しておくことにするさ。お前、この洞窟でそんな大金手に入れてやがったのか。まったくちゃっかりしてるぜ。それじゃ、目当てのもんも手に入ったことでゲス。こんなところからはとっととおさらばするでガスよ。
待ちな。私もあんたらについてくよ。お、なんだって？あんたらからはお宝の匂いがプンプンするのさ。おいおい、何勝手なこと言ってんだよ。こいつは遊びじゃねえんだぞ。いちいちうるさいやつだね。あたしがそう決めたんだ。あんたの意見なんざ聞いちゃいないよ。なんだよ、せっかく人が心配してやっているのに。うん、まあいいんじゃないか。げっ、おっさん、いつの間に。旅は道連れとも言うじゃろ。それに仲間は一人でも多い方がわしとしても心強いしな。おっさんまで。へいへい、あっしはもう何も言わないでげすよ。なら決まりだね。それじゃしばらく厄介になるよ。おー、こういうイベントなのか。この場合はなんて言うんだろう、こう一点じゃなくなったのはなんて言うの、こう二点的な。城を出た時に比べて旅の仲間も随分と増えてきよったな。そこで提案なんじゃが、馬車を離れる時はわしとミーティア姫の護衛に誰か残ってくれんか。洞窟などの探索に大人数でゾロゾロ行くこともないからの。無論護衛の者が何か特別な道具を持っている時はわしが袋へ入れておいてやろう。じゃあ私は先に船で待ってるよ。つまり5人は5人での戦闘はできない、4人までの戦闘ってことなんですね。そこは変わらないんですね。おー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 。いやー、ここに来てついにゲルダさんを仲間にすることができましたね。これはうまい。楽しみだなー。どんな強さなんだろう。とりあえず主人公に持たせておいて、強さゲルダ、上下画面表示と、鉄の義味か足の服羽帽子。なるほど。じゃあ作戦スキルポイント、ゲルダもう129持ってるんですけど、どういうこと？あ、そっか。多分あれだ、主人公たちのこのレベルの平均で最初のレベルが決まるんだ。だからその分のスキルポイントがすでに割り振られてると予想。ゲーダさんの今のレベルいくつよ？ほら、33だもん。あ、でも平均じゃないですね。ただそれくらいのところまでは多分持ってきてくれるんじゃない？違う？わかんない。自分のあくまで勘だけど。で、ゲーダさんが、アウトロー、下っ端呼び、オート盗む。オート盗む？超ゴールドアップ。あー、なるほどね。お金が足りなくなるからね。ゴールド投げとか絶対使いたくないな。オート盗むは勝手に物持ってきてくれるですね。多分これすげー大事になってくるんじゃないかな。まあ、レアドロップ盗んできてくれる可能性もあると思うから、これ多分大事になってきますね。そうですね。探検、多分戦闘に関しては多分ゲルダさんそんな強くないと予想できるんで、あ、でもデスウィップとか強そうだな。アゲハランブとか見てみたいわ。とりあえずでもアウトロー行きます。もうここはもうむしろ100振っちゃおうかなと。ピオリムゴールドアップ、オート盗むゴールド投げ、ベホマ超ゴールドアップ、オート盗む。あー、待った、オート盗むでストップしていいんじゃねえかって思った。多分下っ端呼びそんな強くないな。あー、怒涛の羊的な感じなのかなこれ。うわ、悩むな。これは行っちゃうか。もうここは行こうか。これは男ぶりしよう、男ぶり。ええー、もうこれ以上行けねえ。じゃあまあいいや。これ91ちゃんと触れてる？あ、OK。駆け出しアウトロー、ピオリム、ゴールドアップ、オート盗む、最大 HP20 上がる、お尋ね者、ゴールド投げ、切れ者のアウトロー、ベホマ、ナウテのアウトロー、超ゴールドアップ、凄腕のアウトロー、オート盗むになる、カリスマアウトローを、おー、おー。なるほどね。じゃあちょっと並び替えてみるか。そうですね。じゃあこう言ってみるか。ククール外すのはちょっと危ない気もするけどね。
よし、じゃあ、海図を見ましょうか。うん、光の航路が刻まれた、マップ真ん中よりちょい左下くらいですね。あの白いラインが見えてると思うんですけど、今度はあそこですね。よし、じゃあ、聖地ゴルドに一番近いのはどの海っすか。どっから行けばいいんだろうな。メダル王女かな。はい。ではね、今回はこれにて終了させていただきます。次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。